トキエアの就航から半年が過ぎました。長谷川正樹社長は、徐々に周知されていると手応えを感じる一方で、今後は路線の拡大に加え、貨物輸送やチャーター便で黒字化を目指したいと語りました。午前9時ごろ、新潟空港には札幌岡田間行きの便に乗る人たちが搭乗手続きをしていました。大学生でちょうど夏休み期間でこっちに帰省してて、旅行ですね。札幌市内とあと小樽ですね。旅行で行ってきます。乗りたいって就航した時から言ってて、この夏休みの機会を狙ってました。今日の岡田間線は満席に。仙台線はおよそ 40% の搭乗率だったといいます。トキエアは1月31日に札幌岡田間線、4月には仙台線を就航しました。先月12日からは両路線でデイリー運行を開始。岡田間線については搭乗率が目標の7割を超える月もあり、長谷川社長は手応えを感じています。8月はもう今までで月ベースでいうと今までで最も多いお客様からご利用いただいていてですね。一方で仙台線の搭乗率は5月6月が 30% 弱、先月は 50% 弱と徐々に伸びてはいますが、さらなる営業活動の強化が必要と感じています。傾向が非常に明確に出ておりまして、この日帰りのツアーをですね、もう少しこう商品化してですね、本当手軽に旅行ができる、そういったお客様をですねどんどん取り込んでいきたいと思っています。トキエアは今後中部国際や神戸、そして佐渡と首都圏を結ぶ路線開設を目指しています。空港の工事もやっておりますので、その進捗に合わせてですね、訓練で、最初おそらくチャーターから始まると思いますけれど、活用すべく準備を進めていきます。2025年度の黒字化を目指す中、長谷川社長が路線拡大と並行して進めていくのがチャーター便と貨物便の参入です。今我々の事業計画、定期便でのお客様を運びさせていただくというところでの収支計画を作っておりますけれど、それ以外にですね、それこそチャーター便ですね、それとかあと貨物の部分の輸送ですね、こういった面で、プラスアルファでですね、会社全体黒字化といったところを目指していきたいと思っています。